はい、皆さんこんにちは、フラワーティストシンです。今日はね、このピラミッドアジサイの剪定の方法を皆さんに教えたいと思います。はい、この子はね、ちょっと普通のアジサイとは剪定の方法が違うので、ぜひ最後までご覧になって失敗しないように来年も綺麗に咲かせてあげてください。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、では始めていきます。今回はね、ちょっとこうほぼノーカットな感じでやっていきたいと思います。このピラミッドアジサイっていうアジサイはですね、アメリカアジサイの一種なんですけど、この子たちって割とどこで切っても大丈夫なんですね。で、今回少しこう花がね、傷んできているのがあるので、例えばこれを大きくしていくのか、それとも小ぶりにしていくのかっていうのをね、で、このカットの方法は変わってきます。で、大きくしていきたいんであれば、もう本当にこの花の部分のすぐ下で切るんですね。ここのこういうところでカットしてあげればいいんですね。このあたりで。ただ、もっとね、小さくしたい場合は、もっともっと下の方でカットするんですけど、基本的に葉っぱは少し残した方がいいので、この子で言うと、この最後の葉っぱのこの上ですね。この上でカットしていくような形になります。では、まず、そうね。大きくしたい場合のカットで、この子をカットしてみます。こう、花芽のところのね、こういうところをギリギリで、もうカットしていきます。いいですか、もうこういうところもここでカットですね。これもここでカットですね。これもこの花のすぐ下の葉っぱの上ですね、でカットです。これもですね、全部同じような処理ですね。で、大体こう身丈をね、身丈というかこの丈を合わせていきます。こういう感じで、花がついた時に少しこう合うような感じのところでカットしていきましょう。いいですか？なんとなくわかりますよね。こういう感じね。はい。これで剪定が終わりましたが、下の方でね、少しこう黄色くなってる葉っぱとかありますよね。こうやってね。こういうのはせっかくなんで、今のうちに取り除いておきましょう。はい、これで剪定完了です。これはですね、こうちょっと長い感じで剪定をした場合ですね。でもっとこう小さくね、剪定しちゃいたい場合もあるじゃないですか。そういう場合はもうね、この今の容量と同じなんですけど、どのあたりで
大きさをね決めるかによってでちょっと変わってくるんですよね。なのでもうちょっとこう小さくしたいよっていう場合は、今結構このぐらいのグリーンいいんだけどな、まあいいけどとりあえずちょっとやってみますね。もう2節ぐらいカットすると、どうなるか。このねやっぱり元気そうな葉っぱのところの上でカットしていきます。で例えばそうだな、まあでも大丈夫かな、はい、こんな感じですね。これが一回り小さく剪定した感じですね。このように剪定の方法で、剪定の方法っていうかね、この鉢をねどのような大きさで残したいかで剪定の方法が変わります。もっと短くしたい場合はもっと短くしてしまってもいいんですけど、まあこの鉢の大きさから言ったらまあ大体このぐらいの大きさでね仕立てていくのがいいんじゃないかなと思います。またねここから伸びますから、アメリカ紫陽花は、なのでこのような感じでカットしてあげて良いと思います。はいはい、こんな感じでカットができました。いかがでしょうか。さっきねやったように最初にカットしたのはもう一回り大きかったですよね。なのでまあどのようなね鉢の仕立てで皆さんが今後育てがえたいかによってこのカットの方法は変わってきます。もうこれアメリカ紫陽花なんでもっとバツッと下から切っても出るんですけど、まあ、基本このように葉っぱをねいい葉っぱを上に残してあげた方が綺麗に、まあ、この後ね育つ環境としては良い、よく育ちます。なのでまあそこを目安にしてあげた方がいいような気がします。この一番上のカットするね、ここに残す葉っぱですね、残す葉っぱの一番上の葉っぱが、まあ、いい葉っぱが残るようにしてあげたらいいと思います。はい、では今日はこのアメリカアジサイ、ね、ピラミッドアジサイの剪定の方法でした。皆さんのお家にもねたくさん多分ねいっぱいあると思います、このタイプのアメリカアジサイは。なので剪定をしてまた来年もね元気にもりもりお花を咲かせていただきましょう。はい、ではね今日この動画がいいねと思った方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。でまたねチャンネル登録をしてくださる方が増えてとても励みになっておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、あとねこの動画の説明欄に N フラーの公式 LINE の申し込みの URL が載ってますので、ぜひそちらから N フラーの公式 LINE も登録しておいてください。お得な情報とかこのフラワー TV のね新着情報とかあとレッスン情報とかね、そういうものが全て得られるようになっております。登録は無料ですのでぜひよろしくお願いいたします。はい、ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 ありがとうございました。